ス国立農村工学、河川、森林学校はフランスにおいて農林工学及び環境工学を研究するエリート養成のための高等教育機関である。現在では2007年に設立された特別高等教育機関であるアグロパレステックの一部門となっている。フランス国内に数多く存在するグランゼコールの一つで1824年に ロレーヌ地方の都市であるナンシーに、森林学の研究及び林野行政の高等行政官の養成を目的とする専門教育機関として、ナンシー推理林業学校という名称で設立されたのが最初である。また、政治体制の変遷とともに、王室や帝室という冠名を変えながら、フランスに共和制が確立したことに伴って、フランス国立化戦、 森林学校という名称が確立する。1919年にはフランス国立農村工学学校がパリに設立され、その後、1960年代に行われたピザに改革によってエナフは農村工学部門と合併して、現在のイングレフに落ち着いたのである。このイングレフは海外からの留学生も受け入れており、 エナフ時代には、1867年から1884年にかけて、英国人留学生の受け入れや1889年には、アメリカ合衆国において、初代森林局長となったジーピン賞が留学滞在していた。また、日本人留学生の受け入れも行っており、高島北海が1885から1888年にかけて、 留学生として滞在していたという歴史も持ち合わせている。現在ではフランス国内において農林業及び森林館等の農林行政に携わる人たちを育成するための教育機関としてこのイングレフがその中心的役割を果たしている。ここに入校するには大学で2年履修後に選抜試験を受ける必要があり、入学後にはさらに5年間の教育を受けて卒業後には 森林行政などの仕事に就くという。これらのことから、イングレフにおいては、入学前と入学後に相当なハイレベルの学習カリキュラムが待ち受けているという、まさに農林分野のエキスパートを育成するためのエリート教育機関であることがわかる。ザ・森林塾 P108、ありがとうございます。